はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんばんは。 D のんちザワイズです。今回はドラマリコ活第3話。はい、リコ活は金曜22時 TBS です。はい、リコ活、3話目にしてだんだんこう面白くなってきましたね。なんかね、だんだんこう北川景子さんがエイタさんの優しさに触れて、気持ちがだんだん変わってきてるという感じがこううまく出てて、だんだん面白くなってきましたね。はい、このリコ活はね、北川景子さんの両親も、離婚しそうだし、エイタさんの、両親も離婚しそうで、本人たちも離婚しそうという3組が離婚しそうな話なんですが、今回は出て行ってしまったお母さん宮崎美子さんを、探しに行く、で見つけて、でいろいろ話すと、でエイタさんと宮崎美子さんのこうシーンが結構グッときますよ。そして宮崎美子さんと北川景子さんのシーンもグッとくるっていうのを今思い出してみると、宮崎美子さんがすごいんですね。ねえ、こう今回はなんでエイタさんが、北川景子さんと結婚したいかっていうのが分かって、これはもうちょっとグッとくるストーリーなんじゃないかと、いう感じでしたね。なのに最後の最後でなぜかその家に元彼の高橋光臣さんかな、がいるんですよ。それで今回は終わるんですけども、なんでっていう感じでしたね。なんで家に来るのみたいなね、なんで入ってるのみたいな疑問で終わる回でしたね。まあ、今回はもう思いましたけど、まあ北川景子さんが綺麗ですよね。何もしないでいるっていうのがなんかいいですね。こうエイタさんにこう抱きしめられてる時の、ただ抱きしめられている顔とかがいいですね。はい、まあ最後ね、元彼が出てきたんで来週あたり波乱が起きそうですが、はい、楽しみにしたいと思います。はい、私は最近はこれチャイを買いました。チャイをこれね、なんかジャケ買いですよ。ジャケ買いチャイ、そしてジャケ買いのココア買いました。ココアなんかこれかっこよくないですか。 100% ピュアですよ。 100% pure ココアパウダー、いいね。こうね、アメリカ大好きっ子としてはこうジャパン語が書いてないのはいいですね、これね。そしてもう一個は、バンホーテン、ここはこれ色がいいですね。はい、ね、今はもうお酒飲んじゃいけない時期ですからね。はい、お酒は病気になるぞっていう時代ですよ。もうすごい時代、禁酒法のあのアメリカの1920年代から30年ぐらいの感じですよね。すごい時代になってきました。はい、はい、私、D のザワイズ5月7日金曜日に、ライブがありますんで、ぜひ皆さん見に来てください。概要欄に貼っておきますので、5月7日金曜日5時から、私はギターを弾きながら歌いますんで、はい、こんな感じでギター弾きながら歌いますんで、ね、ぜひこのタコマという、ね、ギター、これはもう20年ぐらい前に作られたギターなんですけど、これが結構ねいいんですよ。今あんまないんだけどね、なんか塗装の関係でね、潰れてないんだけど潰れたみたいな状態な会社なんですけど、は
はい、非常にいいギターなんで、ぜひそれも見てください。よろしくお願いします。それでは毎日のドラマライフ楽しんでいきましょう。それではまた、バイ。